社長どういうことですか。いや君出たわいいよ、顔出たわいい君もこのだからあのみんなスタッフ紹介で出たわいい、はい、ああ出ないとまたこれいろいろコメント来ちゃうどんな人だっての一回見せたわいい。ああ分かりました。2人であれ大丈夫。いやもう完璧セッティングしたらじゃないですか。もうおかしいですよ、やる気満々じゃないですか。 YouTube 保坂です名前は YouTube 保坂です。名字 YouTube やってます。 YouTube です。よくわかんないです。この子はねもうねバグってるんですよ、あのいろんなことが。最初ね会った時に即決でもうあのいや一緒にやろうって言ったんですけど、それってねもう完全にね僕とね同じ血の匂いです俺それ1日目即決で決めたことなかなかないんだけど、何して楽しすぎた昔の自分を見てるよねありがとうございます。やっぱ痛な部分もたくさんありますよ。もうコメントもね荒れたこともございます。保坂の言葉遣いはどうなんだとか、早口すぎるだとか、僕は早口ですけど、それをね超えるぐらいの常軌を逸した行動力、これにはね常人じゃついていけないんですよ。20歳ですよ、何してましたか。20歳何してましたかっていうところなんですよ。大概の人がそのあたり何も考えず生きてきたっていうのは結構なそうじゃないですかと。そうなんですかね、うん、いやそれ多いと思うよ。でも僕より凄い人っていっぱいいますよ。いやそれは、ね、上を見たらきりがない。こんだけ僕は人を見てきて、何百人って人を見てきて、はい、で、あこいつ本当面白いやつだともう見抜いてそしたら見てこの YouTube 動画まだ開始1ヶ月も経ってないじゃん。あそうですね、経ってないのに登録者数300人いきそうじゃない。あもういきますね。いきますよね。でショート動画とかもう1000回転とか1日目でしちゃうじゃないですか。9000点いくのあるね。もう1枚いきました。1枚いきました昨日ね。データ収集もすごいから、あのノートちょっと見せる。なんでですか、もう字下手なのバレるじゃないですか見てこれもうだからネタですよ、ネタ帳ですよ。多分ね保坂しか読めないんですけど。あそうします。逆に保坂しか読めないんですけど、もうねえげつないね努力量がえげつないですよ。でも多分自分本人だと努力とか思ってないと思う。楽しいからやってるんだと思うんだけど、これができる人がなかなか少ないって話なんですよ。こういう状況をした行動ができることがなかなか少ない。だから僕は評価してるんです。そこに一緒にこう育てていっていただきたいなっていうところで、まあ楽しくねやってるように見えますけども、中は結構真剣に全部体重乗っけて真剣にやってるところはね、見ても分かると思うんで、このシップではねここで編集したりしてるんでね、もしご来店のお客様いらっしゃったら見ることもできるかと思いますんで、一言声かけてやってください。これエプロンですか。あの今ね下ねエイプの T シャツ着てるから、これそれエイプはねえだろうと。確かに1ヶ月経ってないから服買うとかそういうのじゃないから、エイプをとりあえずこれで隠しましょうか。でこれ商品名だけすげえ面白かったですね。ワッフルサンドってどういうことですか。ワッフル生地だから、ワッフルをサンドしてるでしょ食べ物じゃないですね。そうそう取ってるのが。そうですそうです。これがいくらですか。13,900円です。13,900円、シップにて販売でございます。買われたい方はぜひ鼻につくなYouTube を始めて1ヶ月経ったじゃないですか、うん、率直な感想というか、まあ、どう思ってるのかなって、うん、めちゃくちゃ楽しいです俺もう本当これは楽しいです、うん、今まで一人で、作業してることが多かったんで、 Twitter とか Instagram って一人で作業して一人でアップするじゃないですか、はい、でこうやって共同でできるっていうのと、あとこうやって人と喋りながらその価値観を共有しながら発信できるっていうのは本当素晴らしいと思いました。それが相性があると思うんですよ。あそうですね、これは僕的には結構接しやすくて話しやすくて、まあ、いろいろ話しちゃうよね、喋っちゃう。あかなりそうですね、うん、経営者のマインドのこととか、いずれ彼ね、経営者になってるのすると思うけどまだ言わない方がいいですよ。そういうマインドのことをどんどん言ってて、彼自身も成長しているのがもう目に見えてわかるので、かなり勉強させてもらってます、うん、これからどうなっていくのか本当に育てていってあげてほしいと思います。厳しいことで言えばその若さゆえに結構ガツガツ、でもそれガツガツさがあっていいと思うの。これ表裏一体だから、すごいおとなしい人だったらさ、成長もおとなしいって感じの方多いんですよ。ガツガツと言ったら確かに失敗もバカすか、成功への糸口を探すことができることも確率が高くなる。だからこれはね、僕はそういう方の人間だから、失敗して失敗して失敗して今があるから、人より失敗した回数は多いよ、それはね。だからこそこういう、まあ、施設ができたような、多くの仲間を抱えてお仕事するようなことができたし、そのまま行ったらいいと思うからね。たくさん失敗してたくさん泣いてですね、眠れない夜を過ごしてですね、そしたら幸せがね見えてます。さすがに寝たいっすさすがに寝たいけどね、一人でねやってるうちは寝れるんですよ。寝れなくなるっていうのは仲間ができたんですよ。あそうなんですね。仲間ができると人間関係できるでしょ。
人間関係の例えばトラブルだとか、仲間のことを思って僕がどういう行動を取らなきゃいけないのかっていう悩みとか、僕の場合だとその人の人生を背負い込む、そうなるから寝なくなるんです。よく考えたらそうですね。背中にいっぱい見えますもん。そうだよね。僕そうなったのが30ぐらいだったから、20でここまでガツガツ来る感じでいけばそれも早いと思う。多くの人と出会っているし話すのも好きじゃん。そうですね、結構陰キャなんですよこう見えて。うん、言ってたね。彼ね YouTube 番組あるんですよ。これ全然あの違うんで、もともとゲーム実況者やってて、ずっと家こもって作業してたんで、うん、マジで陰キャです。ゲーム実況者から始めてるんですよね、はい、高校の時に。高校1年の時です。高校1年の時にもうコロナで暇すぎて何かやろうっつってゲーム実況者になるかってなり始めたんでね、はい、その延長でお仕事を探してみたんだけど、なかなかこういうお仕事で求人がない。ないですね。本当にたまたまです。もう僕はもうずっと YouTube やりたい YouTube やりたいって言ってたから、もうリソースが足りないと、人がいないというところでバンと来た履歴書の日付が間違えてる履歴書でバンと来た。アルバイトの内容とか書いてあったんだけど、はい、全然 YouTube と全く関係ない。あ、全然違います状態。基本的には書類選考だけだったら落とされてる人なんですよ。でそれを、話をしていく中で君面白いねと思ったんですよ。なんで書類選考で蹴れなかったのかなっていうのは疑問だったんですね。うん、興味があったね。書類選考であのちょっとお答えする人も結構いるんですよ。アピールポイントとか言ってやるの。アピールポイントとかそういうところちゃんと見るよと。ああ、そうですね。頭でっかちですごい学歴がある方も多く応募していただけるんですけども、学歴じゃないんですよ。失敗してもすぐ立ち上がることができるか、継続力だとかそういうことが大事なんで、継続できる人って少ないですよ。学歴があってもそれができないので、こういう仕事でしでさ、集中力すげえ大事じゃん。あ、そうですね。で、昨日さ、花井さんがさ、不足です、集中力がありますね。もともとやっぱりそういう体質だから、はい、集中力続くっすよね。いや、でも集中力ない方っすよ。僕、学生の時なんて勉強全く集中できなかったです。あ、そう。もうここも僕と同じ類で、そんなにね、学歴がないっていう。もう赤点ギリギリを攻め切った。先日僕は彼の高校も知ってますけど、同じ地元なんで大体同じレベルです。そこだったらもう就職先って大体ね力仕事とかになっちゃうんですよ。まあ大体学校が紹介してくれたとこに行く。それをぶち破って、僕ら多分ねぶち破ってですよ、就職斡旋とかしてくれるじゃないですか。あ、しますね。でもそれに乗ってないでしょ。全然乗ってくるわけないです。俺も乗らなかったんですよ。まずだから就職しようとした先が親の知り合いの会社だったんですよ、うん、でそこも辞めちゃったんですよ一緒に。あんって人間関係が多くは人間関係じゃないですか、仕事職場っていうのは。そうですね、やっぱ一緒にやる上で信頼できないと絶対やりたくないです。そこが結構でかいですね。いや、これみんなそうだと思う。僕の場合は背中を任せられるメンバーがたくさんいて、本当に今ありがたいこと、本当に幸せな状態なわけでね、これを作り上げるのにすごい時間かかる。社風を紹介する、これ君の役目だね。はい、そうです。今終わって君の役目になってる。これはもうすごく僕は感謝してる。そういったことができる間からっていうのは僕はもう最高です、ね、もうコロナがなかったら何やってるか分かんないですよ。いや本当紙一重だよね、人生分からないよね。結局だからそのコロナっていうあれは、まあ、その世間体からしたら結構ピンチな状態じゃないですか、うん、僕からしたら結構なんかありがたい出来事だったんですよ。そうだね、なんか人によると思うんですよ。それは亡くなられた方もいるからちょっとそこは難しい言い方かもしれないけど、うん、そうですね、自分的にとってみれば人生を切り開いたある種事件だったと。そうですね、一個のタイミングポイントですね。そうだね、それがなかったら僕たち出会ってないから。そうですね、やっぱこの YouTube 伸びてくれてるのがすごい嬉しいですよね。あ、そう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 、ま、今までその高校時代から地道に積み上げてきたもの、行動力と継続力で積み上げてきたものがこの枠で生きてきていると。初動でね、本当にたくさんの方に見ていただいたり、枠以外のお客様に相当見ていただいてるっていうのがあったんですね。チャンネル登録者数も伸びていますし、視聴回数ももう本当に相当伸びています。勝手に行動でやっちゃうというか、言う暇あるなら行動しろみたいなスタンスなんですよね。びっくりしたんですよ、お盆とかさ休みの日なんか自分やってたからね。休みの日なんて今ないですよ全く。それで言ったらずっと編集してるんで。それが楽しさであったり、その自分のやりがいになった時にそれがスキルが伸びていく瞬間なんですよ。簡単に言うと仕事だと思ってないんですよ。ああ、そういう感覚あるね。自由にやってます。職場うろうろしながらね、カフェでね、アイス食いながらね編集してますよ。でもやる時はもう本当集中力すごくてぐんと仕事するんですよ。そのメリハリがちゃんとしてるから、そういう自由な与え方でもありですね。縛られるのは嫌いなんですよ多分そういう人たちって。そうだね、これもそうだな。命令指示がガチガチでその人が尊敬できない人だったらもう絶対無理だよ。ああ、俺も絶対無理。絶対無理。僕のスタンスだと尊敬できないできるもん
まあ一回なしにしたとして、その人のいいとこあったら盗むっていうようにしてるんですよ。ああ、そうだね。そういうやり方は多分絶対成長できるんですよね。まあその分自由ですけど。これが20歳、今の20歳。僕は自分の20歳の時と比べてね、だいぶ大人だと思います。いやいやいや、うん、怒る時は怒りますよ。これはいかんよと、細川と。いう時もあると思いますけど、皆さんの果たした時どうでしたっていうところで温かく見守っていただければ、今後も YouTube グイグイ彼がね引っ張っても伸ばしていくと思うんで、一つよろしくお願いします。はい、頑張るのでお願いします。お願いします。ありがとうございました。ありがとうございました。さあ、この電池の前だよ。電池を、電池もやります。電池系も解凍しとかないと。ありがとうございます。